レオナルド・ダヴィンチは典型的なルネサンス人もしくは博学者とみなされている。博学者は西洋の伝統的な称号の一つ。様々な事柄や分野に通じていて優れた学識を持った人のこと。言い換えれば知識が百科辞典並み多様広範囲な人。特にルネサンス期に理想的な人格とされた。語源はギリシャ語のポルマテースであり、 多いと学ぶの合成語である。関連する用語として、ルネサンス人がある。また、普遍人、万能人ともいい、特定の狭い分野だけに才能を発揮する異才人と対比される。今日、誰かがルネサンス人と呼ばれた時は、ただ様々な分野での広い好奇心や表面的な知識だけを持っているのではなく、分野で知識がより深く熟練しているか、完成されている。 専門家の業績の熟練度に匹敵するレベルである。エルガイトはアントクアリアンと共に19世紀以降の近代的な歴史学者の前身にあたるものとして西洋史学史に触れられることがある。著名な博学者の多くはヨーロッパのルネサンス時代に活動した。そして教育の方法は典型的なヒューマニズムの考えが典型的だった。この時代の紳士や訂神は いくつかの言語を話し、楽器を演奏し、小説を書くなどの充足が期待されていた。ルネサンス時代、バルダッサーレカスティリオーネは、著書、旧帝人で、博学者になるためのガイドを記している。ありがとうございます。